どうも皆さん、おはろう番はセツです。アルスラン戦金無双続きをプレイしていきたいと思います。前回がギブだったね。ギブで逃げてる最中だったのかな。みんなでそこから始まりますね。ルシタニア軍を蹴散らしていくぜ。もう始まった。よし、門が開いた。見つけたぞ、アルスランだ。報告を急げ。どこにいる伝達兵。おい、こいつだ、こいつを倒せばいい。待て待て、逃がすかよ。 OK、 倒したよ。逃げられたら、そうだ、逃げられたら困るんだな。ルシタニアの横暴はひどいな。信仰を押し付け、文化を破壊、すべては信仰するイアルダ・ボート神のためということらしい。イアルダ・ボート、もともと古代ルシタニアの聖なる無垢の意味が、彼らの神は信徒たちにこう約束したと。世界で最も美しく豊かな地は彼らのものだと。勝手極まる話だな。ルシタニア人はそれを心から信じているのか。さて、信じているのか、信じるふりをして侵略を正当化しているのか。うん、なるほど。でね、ちょっとサウンド設定をね変えまして、ちょっとボリュームとか声がちょっとでかかったかなと思ったので一段階下げて。さあ、作業すぐぞ。ナルサス、アルスラン、殿下、共に行こう。伝令、ここにいたか。待て、伝令、もう逃がさんぞ。伝令どこ行った。あれ、伝令倒した。いた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 。とにかくカシャールにたどり着けない。おい、ちょっとふざけんじゃねえぞ。この女神アシュ、俺に力を。逃げられたら困る。そうだ、敵の数が多いよ。ダレン教の信仰じゃない。あの御神のこと万に一つもないとは思うな。ファランギースでも万に一つもないのであれば、代わりに俺の心配をしてやろうか。お主のことは強いほども心配しておらんから、安心するな。あの門は今までのものと違う。我々だけでは突破できそうなんだ。ダリューンの援軍をここで待ちましょう。殿下、兵の力を束ねればあの門も破れるはずです。おっと、ギーブからダリューンです。ルシタニアの野営地がこのようなところ、このようなところに。急いでここを抜け、殿下と合流しなきゃ。そうだな。ギーブで200人突破。何、落石発生。罠が作動したから何かと思えば、パルス人どものお出ましか。かかれ。こっちがいけない。失っては殿下に合わせる顔がない。急ぎ助けなければ。確かに西側に関所があるはずだ。西から回り込めば味方のところに戻れるかもしれん。なるほど、あそこから回り込むんだ。ここが敵の本陣か。見つからぬように高台の上を通ろう。よし、上から行くぞ。ルシタニアの奴らめ、ずいぶんな人数だな。殿下とナルサスたちが無事であればよいが。パルス兵だと。貴様、どこから現れた。後ろから高台を登ってきた。報告します。南の道に敵が一人侵入。凄まじい強さです。侵入者だ。どうしよう。やっちまえ。一人だって。将軍を呼べ。見つけ次第撃て。将軍がなんてざま。行って。ホビール教の兵やりやがったな。おお、ダリューン様、救援ありがとうございます。俺と会ったのが運の尽きだ。
ずれ昇進。これでしまいだ。今日のところは引いてやる。オッケー。突撃対決。こいつも倒そう。これ強いな。ダンクーガだ。ダンクーガ。ダンクーガ。ここだ。逃がしはせぬ。これでしまいだ。よし、いいぞ。あそこか。どうした？まだか。どうにか兵をまとめ直せ。殿下の元へ急ぐぜ。殿下。殿下はどこにいる？よくも好き勝手やってくれたな。このまま行かせはせんぞ。少年はどうかな？覚悟しろ、アルスラン。このままではいけない。あれは弓兵を束ねて攻撃すれば燃やせそうですね。オッケー、マルガンラッシュだな。どこだ？イドリア。俺とやろう。ここだな。行くぜ、ミナムシュ。今こそ示せ。どこだ。あれ、よし、これで先に進めよう。殿下を早く見つけよう。殿下を早く。殿下が危ない。殿下。殿下、待たせたな。遅くなりました。援軍を連れてまいりました。よし、ダリュー、早速だが兵を借りるぞ。あの門を壊すには人手が必要でな。そうだな。ヒードリア、みんな共に行こう。マルダンラッシュ歩兵。歩兵のマルダンラッシュは騎兵ほど素早く移動はできませんが、操作性に優れています。近くを押すと飛距離のある強力な攻撃を前方に放てます。敵に援軍だと。皆様、力を貸してくれ。いらっしゃいませ。気をつけろ。おお、強い。なんだこれ。お前はここで終わりだ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。おお、歩兵強い。わ、強い。これ馬より強いんじゃない？道が開けた。ダリュー、あと少し遅くば。俺たちは奴らの神の身元へ召されておったぞ。予期せぬところで敵にぶつかってます。私は引かない。さあ、カシャンへと参りましょう。総援を受けて調子づきよって、王太子を逃がすな。かかれ。お前に俺を勝てない。なんだ、お前は俺に勝てない。馬、馬どこだ。へえ、俺とやろうってのか。こっち側に行けばいいんだな。門を閉じろ。何としてもアルスラーンを撃つな。この私に勝てると思うてか。ヒドリア、どこだ。伝令、敵の指揮官が現れたようです。北東の関所も封鎖されています。指揮官の出場大粒。そやつを見てた。力を貸してくれ。行くぞ。歩兵、歩兵隊強い。人がゴミのようだ。行くぞ。よっしゃー。おー、かっこいい。人間の力ってこんなすごいんだね。おー、全部手に入った。敵の指揮官が健在で追っ手がやみません。急ぎ撃ちましょう。急いで撃とう。将軍、俺と勝負だ。ハズレでチェイス。
く。ああ、強いな。倒した。あと少し経ったのに。お、 S ランクじゃないか。どうにか逃げ切れそうだな。みんなよく殿下を守ってくれた。ありがとう。みんなホディールの兵のおかげで助かった。カシャーンに着いたら礼を言わねば。脱出地点に到達によりクリアだ。よくぞこのホディールを思い起こしてくださいました。感謝いたしますぞ。いや、お礼を言わなければならないのは私の方だ。先ほどの援軍感謝する。もったいのございます殿下。私といたしましてはアトロパテネの敗北を知り、国王陛下と王太子殿下のご安否を気遣っておりました。ですが私一人の力ではルシタニアの大軍に復讐戦を挑む術もなく、ただ心を痛めるだけでございました。自らの無力を歯がゆく思っておりましたところ、ダリュン殿が我が居城を訪れ、この私めに殿下への忠誠を示す機会をくれたのです。時に殿下、私には娘がおります。年は13。もし殿下のおそばに仕えさせていただけるなら、娘にとってもこれ以上の幸福はございません。それでこれからどうなさるおつもりですか。こうしている今も苦しめられている。王都の民たちを救わねばならない。私は自らの志と誠を示し、少しでも多くの援軍を集めるつもりでいる。おお。そのためパルスの政治で条理に合わぬ悪政を正すつもりだ。まず奴隷を解放しようと思う。なるほど、それが殿下のお考えですか。ああ、賛同してもらえるだろうか。もちろんですとも。さすがは殿下、革新的なお考えをお持ちだ。では殿下はこちらのお部屋へ。待て、私は殿下のおそばを離れるわけにはいかぬ。そう申されましても。ダリュン、ここは仕方あるまい。何かありましたらすぐにお知らせください。わかった。あの男どう思う。ホディール卿の狙いは娘を新王の妃とし、外戚として牽制を振るうことらしいな。本心が分かったからには放任しておいてよいものではあるまいな。彼の戦力を考えればできれば今敵に回したくはないが。うん。うわっ、殿下。いや、バルコニーを渡るなど危険な。扉の前に衛兵がいたので仕方なかった。それでホディールは何と言ってきたのですか。私に二つの条件を出したのだ。一つは自分の娘を私の妃とすること、もう一つは奴隷を解放するなどというパルスの伝統を打ち砕くような過激な改革は慎むこと。それで殿下はどうお答えになりましたか。すぐには返答できない。明日中に返事をすると言っておいた。それでいいか。よろしいでしょう。おそらく今夜のうちにホディール卿は行動を起こすでしょう。殿下はすぐにでも出発できるご用意を。あとのことは私どもが片付けます。わかった。エラム、やってもらいたいことがある。はい。ナルサス様の指示は旧戦隊の無力化、詰所へ行き全ての弓づるを切るのがいいだろう。早く追加の弓を運ばないとホディール様に怒られるぞ。うん、今のうちに。あの木箱に弓が入っているのか。奴らを倒せば詰所の場所がわかるかもしれない。輸送兵をやれ。怪しい奴、ホディール様にお知らせしろ。ホディールに知られてもまずい。伝令は逃さず仕留めなくては。待って待って、伝令。何が目的だ。伝令、まさか西の詰所を襲うつもりか。なるほど、詰所は西か。ここにある弓の鶴を切ってさっさと向かおう。ここまでか。
門の鍵か。もらっていこう。役に立つかもしれない。よし、開いたぞ。オディールが動き出す前に弓鶴を切りたいが、兵に邪魔をされては余計な時間がかかるな。そうだ、あのかがり火を使えば目をそらせるかもしれない。かがり火どうだ。かがり火。こんなところで何をしてる。怪しい奴め、逃がさんぞ。見つかってしまったか。時間はかかるか。倒すしかないな。よし、倒した。あれ、もう一人。これでよし、先に進もう。こっち側じゃなくて、こっち遠回りか。なんだ、侵入者か。ここから先には通さない。オッケー、やっちゃったね。これ遠回りだ。そう兵の数が多い。そろそろ詰め所だろうか。あの向こうが詰め所のようだな。見張りが来ないように扉を閉めておこう。お、敵中か。敵中だよ。見つかったか。ここは強行突破するしかない。くらえ。すべて読めたぞ。ここは片付いて詰め所の中へ進もう。オッケー、片付いた。お前ここに何の用。火をつけに来た。決まったか。倒したな。もう一人いる。いけ、やってくれたな。開いた。奥の部屋か。木箱を開けて中を確認しよう。木箱を割って中を確認。こいつだ。うまくいった。よし、ナルサス様に報告しよう。よくやった。アルスラン殿下。何事か、ホディール。ダリューン・ナルサス、その他殿下のおそばにあって、殿下の害となる者どもをこれから排除いたします。彼らがいずれ関心となり殿下と祖国に害をなすことは明白です。何をバカな。あのナルサスなる者、何故お父上のご不況を被ったとおぼしめすか。奴隷制度を廃止するとか、神殿の資産を没収するとか、貴族と自由民に同じ法を適用するとか、過激なことを主張したからです。それは考えあってのことであろう。考え。あのようなものに国政を欲しいままにされたら、パルスはルシタニアに滅ぼされるよりもなお悪うございます。つまりお主は私にナルサスやダリューンを捨てろというのだ。いかにも。では聞くが、ダリューンやナルサスを私が捨てて、お主を選んだとして、今度はお主を捨てる日が来ないとなぜ言い切れる。ナルサスの悪口をお主は言い立てる。だけどナルサスは私に一夜の宿を与えておいて、騙し討ちなどしなかったぞ。みんな、すぐにこの城を立つ。お待ちくだされ。せめて殿下のご乗馬の靴輪を我が部下に取らせましょう。王太子殿下に近づくに短剣を隠し持つとは何の言い合ってのことか。もはやこれまでか。皆の者、いい度胸だ。その度胸だけは認めてやろう。この私に勝てるかな。王太子を捕らえよ。おとなしく出て行かせた方が貴様のためです。ホディール。うるさい、黙れ。今までは私は逆賊だ。こうなって黙るか。しかも
皆、アルスラン殿下を守る。殿下、私が必ずお守りいたします。みんな頼んだぞ。いいの決まったね。あともう一体はこっち側か。突進だ。よし、いいぞ。あとは増援が来たな。一ってやるじゃないか。いいぞ。そっちに行けない。なすべきことを果たすまで。こっちに来い。素晴らしきご活躍、英雄を解放するおと見まごうばかりです。ありがとう。守備隊長をやる。オッケー。いいね、これ強い、このコンボ。どこだ、どうしたか。まだか。王太子を捕まえるんだ。何、また来たぞ。俺を傷つけたくない。おとなしく道を開けてくれ。私は引かない。なすべきことは。アルスランデン、果たすまで。ご無事でいらっしゃいますか。大丈夫だ、ダリューの方大丈夫か。行ってやるじゃないか。武器の武芸力を変えてみようか。これちょっともうちょっと使い込めば槍が成長するね。これか。よし、じゃあグレンの武芸力にしてみようか。槍2回砲だ。よし、炎の力だ。グレン剣、なんかすごいカメラ遠い。何これ、なんだこれ。カメラすごい遠いよ。どうなってるの。ちょっと待って、すぐカメラが固定されてるんだが。なんだこれ。お、なすべきと果たすまで。ちょっと待って、なんでこんなバイオハザードみたいなカメラワークになってるの。ちょっと見えない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 。何がどうなってるんだ。マジでちょっと頼む頼む。これあれか、あの発売して間もないからこうバグとかがあるのかな。これパッチが入るんかな。これちょっと困る。あ、倒した。我々は王太子殿下に着くぞ。麗しの女神が足を、我らの戦いにご加護垂れた。何をやっておる。早く王太子を捕らえんか。奴をここで逃がせば我々の命はないぞ。観念しろ。来たか。困るぞ。ちょっとね、本当に困る。ちょっとこのカメラが本当に困ります。なんとかならない。この辺だったね、確か。この辺でバグっちゃったのかな。
に引っかかってんだお前。よし、いいぞ。どうどうどう。こうね、途中でね。大丈夫だ、ダリオン。このコンボ強い。すごい強いよ。このままでは全滅だ。我々は王太子殿下に着くぞ。何をやっておる。早く王太子を捕らえんか。奴をここで逃がせば我々の命はないぞ。観念しろ。ここまでだぞ。ここまでだ。オッケー。でね、途中でね、こう戦闘の武芸力を変えるのはあまり今よろしくないですね。もしかしたらパッチが入るかもしれん。バグってしまいます。カメラが固定、バイオハザードみたいなカメラワークになってしまいますので、皆様ご注意ください。しかし強いな。あれ、親衛隊長。いいね。いつまで手こずっておる。救世兵撃て。何、鶴が切れて、いつの間に。このまま逃げる。エナム、よく。はい。なるさす。この狡猾な狐めが。なる、お主の足元に及ばぬ。王太子を捕らえろ。ここでやられてなるものか。奴らめ、岩に後悔させてやるわ。麗しの女神アシオ、我らの戦いにご加護垂れた。あ、逃げられた。ダリエン、あの様子、何やら策がありそうだ。放っておくと厄介なことになるかもしれない。お主で奴を追おう。みな、殿下を頼むぞ。兵と共に門を突破するぞ。我が起動せよ。起動エリア、奴らを討ち取るのだ。よっしゃ、みんな俺についてこい。今こそ示せ。今こそ示せ。歩兵隊、いいぞ。な、ダリオン、闘気を。迫力だね。お主は敵にとってやさしい死ぬ死者だろう。まったく厄介な仕掛けを。皆で壊して先に進むぞ。よっしゃ、行くぜ。逃がしはせぬ。よいしょ、よっしゃ。そいや、ちょっとかくついたぞ。もう一回ヒドリア。今こそ示せ。おじいは俺、殿下個人に忠誠を誓うことだ。守るべきを守る力を。そして彼は正統の王が即位する。なんか背中に闇が。お主に意見を聞きたい。ちょっと待って。殿下が戦王オスロエス五世の維持ということは、ちょっとそれは俺も考えない。ダリオン、装備がおかしい。だが殿下のご誕生の時期から考えて。装備がおかしい。バカな、あの罠を突破されたというのか。門を守れ。全然話が入ってこない。ここは通さんぞ。ちょっと弓を持っている。なんでだこれ、弓なのに槍の振り方をしている。あ、治ったかな。こっちは倒せ。治ってない。何これ、弓ですごい戦ってる。なんでこれは。どういうことだこれは。すごい弓持ってる。OK。弓だ。なんで弓になってんだ。
やばいね、やっぱ発売した当初のゲームってすごいバグりますね。これでしまいだ。これで門を開けられるな。やばい、今回ちょっとバグの連発だ。あれ面白い動画になるぞ。なんだこれか、すごい弓持ってる。よし行くぜ、任務完了。上に行こう。ホディール、追い詰めたぞ。ホディール、ミスミスやられてなるものか。合唱戦弓で、あれどういったホディール、あれおっとおっと、すごいまず外しちゃった。さすがは諸侯の凄まじい迫力だな。すごい俺のターンが続いてる。オッケー、シールド破壊した。弱いなホディール。殿下を裏切った罪償わせてくれる。させるかよ。いいね、これちょっとこう弓でずっと戦おう。いいぞ。オッケー。あ、外した。これでとどめだ。よし、倒した。すごい指。このようなところで弓が門外天使の前にまかり出て生前の罪を告白するがいい。自分は裏切ってはならぬものを全て裏切りましたとな。弓、はい、よし。ということでね、今回はここまで、次回をお楽しみに。それじゃあまたねー。